と、はいどうも、ルルです。というわけでですね、今回はですね、東荻島西公園にまた来てるんですけれども、前回が夜だったのに対し、今日は昼でちょっとね、投げ釣りをして、まあ何か釣れるのかなっていうのをちょっとやっていきたいなと思います。まあ、鈴木あたりとか、それこそアナゴ、アナゴは昼釣れないかな、まあ、ちょっとわからないんですけど、まあそこら辺を狙いながらやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。仕掛けはですね、前回とちょっと変えてですね、しめじさんの動画を参考にさせていただいたんですけど、岩磯目を3センチくらいと青磯目を、まあ、コラボでちょっと仕掛けたっていう感じを、今日はちょっとね、まあ、どんな感じで反応があるかっていうのを楽しみなんで、これでちょっと投げてみたいと思います。早速投げていきましょう。あとは前回同様、これで待つだけです。当たってるよこれ。さあ、当たりの正体は歯です。やめてください。本当に歯でだけはしてきた。歯ではそれしないからね。あー、めくった。お前じゃないんだよな。やっぱお前か。はい、というわけで一匹目、フグです。泳ぐなあお前。釣れたから良かったですけど、お前じゃないんだよな。まあとりあえずもうちょっと頑張っていきましょう。はい、というわけでですね、先端での釣りやめました。海タナゴを釣ります。でちょっとね、どうも先端だとダメそうなんで、まあ海タナゴは結構なんか美川さんが8匹くらい釣ってるらしいんで、まあ海タナゴでも狙おうかなと思います。事故ってカサゴでも釣れればいいんですからね。はい、それでは早速やっていきます。やべえ、うわ重い。ちょっと後ろ上げますね。せーの。
お、でけえ。よいしょ。でも、初の。うわ、マジか。おめでとう。俺がこの前釣ってるのもでかい。あれ、こいつ。こいつあれ、なくなってません？よく見たら。これ全貫持ちじゃないですか。どうやって逃がすの？うわ、おめえ。ありがとう。もうかかんないよ。ありがとう。イエーイ。いやー、面白かったな。サビキで釣れるんだね。やってやりましたよ。あざーす。うまいか。はい、というわけで、釣りが終わりました。いやまさか今日もね、赤エイが、釣れるとは思いませんでしたね。いや、本当は何なんですかね。今日だけで赤エイが2匹、1匹バラしてたんですけど、で魚が食べる魚が結構多かったから、なんか釣れなかったのかなって気もするんですけど、まあそれでも赤エイ1匹釣れたんで、まあそれは良かったかなと思います。はい、まあそんな感じで、まあ、今回は投げ釣りは赤目、まあそれしか釣れなかったんですけど、まあ海棚をやら赤帯シマハゼやら、まあ釣れましたっていう回でございます。はい、まあじゃあそんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。プライドは捨てた方がいいです。釣れますよ。